ね、なんかツインテールとかにもしようかなと思ったんですけど、そう、でもなんかゴムがね足りなくて1個しかなかったから見当たらなくて、だからね普通の卸なんだけど、これも迷ったよ。そう、ツインテールもいい感じに、スリップかわいいでしょ、なる感じにしました。わーい。スクショし放題じゃない？ね。久々のショールームだ。みんなとお話できて嬉しい。ありがとうございます。伸びたね。だって、久々じゃん、ナナちゃん。元気か？マジで伸びたよ、髪。本当に。だって今巻いてこの長さだから、伸ばしてるの、なんか特に。な、大丈夫？すごいバグりそうだったよ。なっちゃうし、あのね、やっぱ跳ねちゃうからさ、思ってたんだけど、やっぱね、ロングの子見ると可愛いなって思うから、そうそう。ね、ロングにさ、前髪とかも伸ばしてさ、昔の夏窓さんみたいな雰囲気の女性っぽくしたいなとも思ったりもしてる。そう。ドラマに影響しないの？そう、あのね、なんて言うんだろう、ドラマのシーンが1年分のカットじゃん、あれって。そう、1学期2学期3学期とかさ、だからずっと同じ長さなのもおかしい、それはそれでみんな揃ってるのもおかしいねってなったから、伸ばしたままで OK ってなったから、そう、だからつながり的には大丈夫です。さすがにね、1日でめっちゃあれ？同じ日で髪型ね変わるとかだったら変だけど、そう、そこはね、メイクさんチームとも相談しながら、そうで、どうする？ってそこでね、一回どうするってなったんだけど、まあ、せっかくちょっとね、まあ、中途半端な長さだから 伸ばそっかってなって、伸ばしました。伸ばしてます。嬉しい報告は、言っていいのか分かんないんですよね。なんかそれが決まったところとって。でももうすぐ分かる。え、でも嬉しい報告たくさんまだありすぎて、ちょっと。でも、今週嬉しい報告1個あるのと、来週かな？ 9 月にもある。あとは、あともう1個もあるね。あともう1個もあるんだけど、来年まで続くかな？分かんない。でも本当に嬉しい報告たくさんあるから。どういう系の報告？でもちっちゃいことが私は結構自分のやりたいことだったら嬉しいなと思う感じなんだよね。だから、なんかファンの人はなんかハードル上げすぎちゃってがっかりすることかもしれないんだけど、 私的にはちっちゃいことでも自分の夢が叶うなら嬉しいって感じだから、結構何でも楽しみなことあったら楽しみなことあったって言っちゃうんだけど、なんかあんまり期待はしないでください。そんななんか期待することでもなくっていうところです。とりあえずセリフがたくさんあったことや。本当に？いやいや、でもね、なんかね、そんな、なんかね、あんまね、セリフを気にしなくなりましたね、ね、こう。やっぱセリフあったら嬉しいけど、それよりもやっぱ、女優として頑張らなきゃなって、その、役中は、はい。なんかね、パイナップル来たよ。あ、あおんちゃんだ、ありがとう！ありがとう！パイナップルのギフトとかあるんだね。ありがとうございます。よっしゃ、福君といつから友達だったん？もうね、何年前だろう、5、6年前、ハッシュタグハンド全力の映画で共演したんです。 何年前だろうな、それで、ここで初めてだったから、めちゃめちゃ前だね。超前です。あれ、髪染めた？いや、染めてない。色落ちしました。色落ちしてちょっと明るくなってるよね。だからそう、美容室に行って髪を暗くしようと思ってまた染め直すっていうのかな。最初はね、なんか重すぎるのが嫌だったからちょっと明るくしてたんですけど、やっぱでも私ね、髪の毛の色落ちした色が大好きなんです。 だからこの髪も気に入ってるんだけど、暗くしたいなって気持ちがあるから、ピンクにする？いつかピンクにしてほしい人多すぎる。いやいや、したいんだけどね、
でも今はあれかな、黒にしたいな。なんか黒髪が好きだから、結構自分が黒にしたい気持ちあります。明るい髪も綺麗なんだけど、やっぱね、思ってる以上に髪が傷むから、ちょっと髪の毛大事にしたいからさ、ちょっと落ち着かせたいなと思って、一回もう染めちゃったらさね、そうなっちゃうんですよ、うん。加藤清史郎くんとは初顔…いや、清史郎くんはね、それもハッシュタグハンド全力で共演してるよ、うん。見てない見て見て。でも、DVD 化してるんですけど、もうないかな、え、あるかな、わかんない。でもぜひ見てください。熊本で撮ったんですよ。そう、それが私にとっての初映画で、はい。今の色結構良き、本当にありがとうございます。はーい、イコノイジュ楽しかった、楽しかったで、泣いちゃいました、本当に泣いちゃいました、涙本当に出ちゃって。ユニバーサルマリオ行ってきてね、だって行ってきてねって言われたマリオ、人混んでそうだな、混んでそうじゃないですか、どうなんだろう。もうさ、夢の国とかのもうさ、どうなんだろうね、当日予約とかできるのかな、行く機会ないしね。そうなんですよ、行きたいんですけどね、詳しくなさすぎて、どうやって過ごせばいいか分かんないです。とりあえず映えたいが強くなっちゃいそう、うん。ライブ半分落ちた悲しい、あー、ライブ、そう、ライブ出るからね覚えるよ、体調の管理もしっかりします。ミクニンから見て松岡真優さんはどういう人、でもなんかね、結構話するんですけどね。あ、でも、ねえねえ、みくちゃん髪伸びるの早すぎるねって言われたそう、さすがにね、もうロングになっちゃうねって言って、あと何話したっけ、なんかね、あとね、何話したかな、結構話しました。でも結構なんか本当にすごいのが、いろんな方の名前をね、なんかちゃんと覚えて名前呼んでくださるのがすごく嬉しいです。田所さんも久々だな、ね、あのね、本当にね、いつもアンチコメントね、なんかね、来るんですよ、田所さん。でも本当に久々だなっていう感慨深いこの気持ちになってしまったんですけど、変なコメントはすぐブロックっていうのが頭にインプットされてるので、すぐブロックしちゃった、本当に申し訳ないけど、なんかごめんなさい、本当に久々でって思ったんだけど、本当に久々な人がびっくり。でも田所さんも触れてた通り、その通りで福くんの件についてちょっとお話もしとかないとだよねそうだよね、そう、触れるのがミク、そう、ごめんね、煽ってないよ、煽ってないよそうだよね、でもね、本当にね、なんかアイドルとしてね、なんか軽率な行動だったなと思って、写真のね、本当はね、もう一人来る予定だったの、お食事会として。そうだけど、その子が来れなくなっちゃって、でマネージャーさんも一緒に、ちょっといい画角が落ちそうだから、3人で一緒にね、そう、お食事会という形でご飯したんだけど、あのね、本当に何にもないからこそ普通に写真撮って普通にあげちゃったんだけどね、本当になんかこう、ごめんねそう、本当に何にもないから、何にもないからあげたの、本当に何にもないの、彼氏とかそういうのだったらあげないから普通ね、大丈夫本当に本当に普通に懐かしいなっていう気持ちであげたの。そう、微笑ましかったよって、普通にありがとう、噛んじゃった、微笑ましかった、そう、いや、感慨深いなっていう気持ちで開けたんだけど、そしたら、でも結構なんか私がね、その配信 TikTok の配信でね、気持ち悪いみたいな発言をねしたんだけどね、それも違くてね、それもね、なんか本当に言い訳みたいになっちゃって申し訳ないんだけどね、なんかやきもち焼いてたじゃんなんか、やきもち焼いてたことに対して、なんかいいなとか、そういうのに対して気持ち悪いとかじゃなくて、すごい自分の口から言うの恥ずかしいんだけどね、本当に。なんか下ネタをね、その時もこれを言わなかったのは、あれ、そう、ちょっとね、恥ずかしいからなんだけど、あのね、気持ち悪いって言ったのね、あの下ネタが結構多かったの。私、グラビアやってるからさ、結構あのね、私もお年頃じゃん。だから、その下ネタの度過ぎたコメントが多かったの。そうあったのね。でそれに対してそう言っただけで、こうね、グラビアとかも私好きでさ、
こう水着やってるわけではなくってさ、お仕事として水着やってるからさ、お年頃なの。そうだからそうなの、みくもう言わなくていいよって。そうだから、これ話はこれで終わろうと思ってて、それについてそう言ったのね。だから本当にやきもちとかそう言ったわけじゃないよそういうお年頃だからちょっと分かってくれたらいいなって思っちゃったの本当にそうそうそう。あとはなんか考察してる人もいたね、なんかマネージャーさんいないんじゃないかって。でもあれもね、グラス1個しか写ってないじゃん、写真よく見たら。その飲み物のグラスね、って考えた時にさ、もう1個のグラスじゃどこなのって話になるでしょ。そうそう、だからその写真を外から見たのって言いたいよね。うん、だからそういうのもあって、結構私ブロックしちゃうんですけど、ブロックしたら結構その粘着されちゃうから怖いなと思いながら、でもブロックしちゃいます。だから通報とかしてくださってる方もいたと思うんですけど、ありがとう。結構そういうコメントを見かけたらそうブロックしちゃうんだけどね。全部ドラマの考察みたいで本当にそうだからブロックしたらでもしたとてすごく粘着されちゃうからさ、そこもちょっと怖いんだけど、でもします。だからこの配信でも結構同じことっていうんですか、結構ねちょっとね、そうなったらブロックしちゃいます。いい平和な平和なコメント欄で溢れたらいいなって思ってるよ。うん、それだけ。でもこっからもう話すことはないよ、だから大丈夫。ファンの人多分もう話さなくて大丈夫だよって。そうでもなんかはい、マネージャーさんはなんかね、その時大人になったねと立ってましたよ、はい、平和が一番でしょ、はい、気にしなくていいよだって、話題変えるだって。そうですね、でもファンの方に分かってもらえたらいいなって思ったのから、分かってもらえたなら普通の配信だから、これ普通に配信しようかなと思ってます。まなちゃんとは現場で喋ったりする。この間だけ本当にまなちゃんがフレンドリーで普通にギューしちゃいましたなんか良し、私も結構なんか甘えちゃうからかな、ギューだとだ。そういや本当にまなちゃんフレンド優しいんです、本当に。うん、ZIP でもね、まなちゃんのお話したと思うんだけどね。そうでもすごく安心したのは、なんかね、なんだっけ、ドラマのその現場って結構私が実年齢だと上から2番目なんですよ。21で、一番上が22歳で。そうでも10代の子が周り多いんだけどね、その10代の子より私身長低いんですよそうそうそう、低いからちょっとね、なんか逆に大丈夫かなみたいな、みんなの方がちょっと大人っぽいんじゃないかなとか思っちゃって。そうでもなんか女性チームは割と身長低い子も多いから、そうそれはちょっと良かったって安心してますそうなんかね、身長低いのね、ちょっとね大丈夫かなっていつも思っちゃうんです。でも最近変わったなって思うことは、ヒールを履かなくなったことなんだけど、なんかね急いだりすることとか歩いたりすることが多くなって、いつもそのヒール履いてたんですよ。本当にもう、ヒールじゃないと歩けませんぐらいヒール履いてたんですけどね、最近はサンダルとかが多くなりました。だからメルちゃんとかも久々にこないだ会ったんだけど、メルちゃんとかもあれなんか身長縮んだって会うたんび言われます。そうこの間福岡帰ってさ、生写真撮影した時もさ、結構いろんなメンバーから、そううん、そうなんですよ、うん、そう意外となんかそうちっちゃいんですよね、うん、なん
か聞きたいことありますか？久々なんかハシフルム自体本当に久々だ。なんかコメント拾っていこうかな。縮むわけない。そうなんだよ。縮むわけないのに言われますよ。てか電波大丈夫ですか？電波大丈夫かな。電波最高。本当？ TikTok とかたまにね電波悪くなっちゃうからさ。大丈夫だよ。だってよかった。うん。喋り方お上品になってない。気のせい、気のせいだよ。なんででもなんか大人になったねって言ってもらえるよ。みゆちゃんと久々に会った時も言われた。最近ハマってることは最近ハマってることはね、携帯ゲーム、頭を使う携帯ゲームかな。もう少しで誕生日だね。そうだよ。あと今今日22だ。あと1ヶ月もないじゃん。やばい、21歳終わっちゃうじゃん。やだ。でもいい年だったな。早い。いい年だったな。巻き髪効果もあるのかなね。そんな感じするよね。髪の毛伸ばす、伸ばしたいけどもう結構伸ばしたいんだよね。お尻くらいまで、お尻の上ぐらいかな、腰とかまで。だからエクステもいいかなと思ってる。期間限定のエクステ、それもありかなって。前髪、そうか、前髪今ねそう切ったんだけど伸びるの早くて、伸びちゃって巻いてるの。そうなんだよね。お腹空いちゃったね。ご飯食べてもご飯食べてもお腹空いちゃうよ。コメント遡っていった。いつのどこのコメントか分かんなくなっちゃった。もう最初に戻っちゃうね。すごい今日コメント多い。ありがとうございます。すごいね。あ、説明のことにあれ来てるけど、私いつも説明しちゃうの。そう、私全然な、今回だけ特別とかじゃん。いつも説明してるよ私ね。なんか結構私いつも炎上してるよね。そんな、なんか恥ずかしい、自分で言うことでもないんだけど。そう、でもなんかいつもなんかちょっとファンの人にがうんって思うたりとか、なんかそういうことあったらいつもね、あの、私説明してるんだ。そう。うん、そう、スルーしないタイプなの私。そうそう、昔から。でもよくそれでも逆に怒られちゃうんだけど、そう、本当にごめんね、こういう押し面で。そう、すぐ触れるし、すぐ説明するし、スルーできないタイプなんです、ごめんなさい。そうそう、いつも昔からそうなんだよね。そうだよ、ファンの人がいつも慌てる。ああ、もうまた引き締めしなきゃって。ごめんね。本当に最高の推しなの。いや嘘だって。え、待って、最高の推しって言ってくれてるけど私じゃないじゃん。ほら、私じゃないでしょ絶対。それアイドルが考えたアバターでしょ、なんかぽい。それ私のファン、ファン？本当？本当かな？はい。え、何何？ 6 期生のキャラ覚醒がすご、最近すごすぎるけ。もう本当に？嘘。どうなっとるんかな？あ、なんかね、誰か投げ、タワーを。え、誰だろう？タワー投げてくれたけどこっちに映ってない。誰だろう、伊助さん、みくりはマジで最高の人。やった、ありがとう。誰だ誰だ。こっちじゃ見れないくなってるよ。電波かな、なんでだろう。
今っちさんからね2個にクマ来たんだけど、それ見れてないよ。誰だ、誰ですか、誰か教えて。ちょっと前にイスケさん、え、結構スルーしちゃってた、ごめんなさい。ありがとうイスケさん、タワーありがとうで、お久しぶりだね。タワー送ったのだピエン、あーありがとう、嬉しい、ここにあるよね、ありがとう。え、なにこれすごい、な、夏、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。うん、福君に嫉妬したのだ。全然そういう感じな、な、全然あのね、あと弟みたいな感じなの、本当にね、なんか本当にそういうのじゃないんだよ、ハートってきてる。そう、マネージャーさんと一緒だったよ、ハート。かわいい、ありがとうタワー、嬉しい、ファンの方いるから、私がいるからさ、本当にこれはモットーですよ、ファンの方がいて活動させていただいてるので、本当にもう一回、やだ。やだよ、そんな、うん、好きって伝えることにしたの、好き、うん、キモいキモいキモい、やめなやめなやめな、で、わかる、他のファンの人が好きって言ってくれたら私も好きだよってなるけど、水っちっていう結構知ってるファンの人から好きって言われたら、いつもそんな感じじゃないからさ、いじってくるじゃん私のこと、いや、そんなんでいきなりそう言われたらダメダメダメ、無理無理、急にどうしたってなる、どうしたどうしたってなる、なんだよそれって、え、どうしたってなる、なんかだめ、やめなやめな、キャラに合ってない、キャラに合ってない、そういうの言わない系じゃん、なんかキュンってきちゃうからやめて、本当に。うん、ドラマ見てそう思ったんだけど、どういうこと、好きって、え、それ私じゃなくて花ちゃんに、どういうこと、本当に。私最初ね、渡来花ちゃん役やってるじゃんか、渡来読めなかったよ、あれ渡来って読むんだと思ってね、そう、渡来って読めなかったよ最初、あれ分からんかった、花だ、花ちゃんもしかして、読め、私も読めなかった、え、やっぱ、え、よかった、いた。自撮りが悪かった、 あれ、ごめんね、もう、記念にと思ってポチって撮っちゃった、ごめん、すごく反省してます、すごく反省してます、そう、私も最初綿愛かと思った、綿来だった、そう、なんて読むんだろうとか思いながら、最近どんな音楽を聴いてますか、あれ、サイレントサイレンさん聞いてます。TikTok でもよくね流る。サイサイっていうの？そう。で聞いてます。あとな、声が可愛いんですよね。あと何聞いてるかな。あ、そう、菊池ちゃん、そう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 、言いたかったの、そう。私最高の生徒の方にも一応ねちょっとだけね司会でね出させていただいて、その時にね、そう、菊池ちゃんのグラビアねとかもやって、菊池ちゃんと会って初めてで、もうその会って目合った瞬間からもうって感じでわーってなって、でも握手してあーって、会いましたねみたいな話して、もうずっとはい、わーって感じでした、お互い。あーみたいな感じで、はい、でした。はい、それで会いました。でももうなんか2時間ぐらい巻いたの、本当に天才じゃないですか、めちゃくちゃ巻いて、そうそう、でもすぐ終わりました、そうだからすぐ帰りました。なんか握手会みたいだね、確かに。
確かに、でもそう会いましたよ。そうそうなんです、同じね、あの現場で使ってるからさ。そうそう、うん、最終回ね、気になるよね。いや来週ないからさ、あれ24時間テレビないから、その代わりあのね、ディレクターズなんだっけ版あるじゃん、2話から、6話かな、6話まで出てるから、そう、それが結構ね映ってるんですよ。そう、あのね腕相撲のシーンとかそういろいろ映ってるから、そうそうそう、だからね結構セリフあったんですけど、なんか本編見た時にあれってみんななっちゃってなんかそういうの映ってるからさ、未公開シーンたっぷりだからぜひ見てください。 そしたらより一層なんか分かりやすいかも。結構長いんだけど1話1話でもね、すごくそれを見てからやっぱ見ると分かりやすい、内容が入ってきやすいから、その一周放送されない分ぜひそっち見てみてね。さいかちゃんだ、やっほー、タワーありがとう、くまさんありがとうね、久々だから嬉しいのかなありがとう、さいかちゃん元気、ありがとう、投げてくれて嬉しい、やったー、ありがとう。なんか落ちないか心配だよ。まだ30分も配信してないね。もうすぐ30分かな。さいかちゃんありがとう。コメント全然見かけないよ。どこにいるの？どこにいるんだ？あれ？コメントしてよ。せっかくだし。どこにいるんだろう。いた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 、元気だよ、みくちゃんも元気でよかった、元気だよ、元気にやってるよ。そうでもね、あでもね、何この間ランウェイで久々に動いてるみくちゃん見られてよかった、だあー来てくれた、ありがとう。そうあのさ、はなちゃんって言ってファンの方言ってくれたの嬉しかった。コンサートあった時楽しみにしてる。あ来てね、うちはもう待ってるよ、久々に踊るいやでさ、でもね、で元気でやってるよ、元気にやってるけど、メンバーにすごく会いたいなっていうのはとてつもなく思ってるのと、そうメンバーに会いたいなって思ってても、今日もねメンバーと毎日HKT のメンバー誰かしらと連絡してるかも。今日かな昨日かなはサイちゃんと同期のサイからミクに会いたいって来て、これ可愛いってインスタの写真送ってくれて、そうサイちゃんともあるし、エレタンとも毎回電話するでしょ。 やばいどうしよう。でも後輩もね結構連絡くれるしね、本当に早く帰ったら帰ってご飯行こうねって言ってるメンバーはもうねいっぱいすぎて早く帰りたいですドラマ終わったら帰ります。であとはね、なんかドラマが結構重いじゃん内容が、だから結構自分が感情移入しやすくてオンとオフは結構できちゃうタイプなんだけど、結構その役になってる時は感情移入しちゃうからずっと泣いてるかな、辛くて。そうなんかまだ慣れないですなんかね、うん、なんて言うんだろう、内容が重いから、田中美久としてはもうこんなクラスやだよみたいな、なんかうぐもりんさん側に行きたいっていうかさ、やりたいよとか、そんないじめとかよくないよみたいな、田中美久としてはね思ってるけど、ドラマではさいじめるっていうか、まあ、スルーしてるじゃん。だからさ、そこを押し殺して役はちゃんとなりきってるんだけど、それを終わった後家に着いた後の反動がやばくて、なんかもうやりたくないって泣いちゃうって泣いちゃうの。そうなんかね、そこがやっぱまだ慣れてない証拠なんだなと思って、いくら役は役でそう割り切っててもやっぱ辛いか重いからさ、なんかすごいなって思いました。女優さん役者さんってすごいなって思いました。そう見てても辛いよね、だからさすごい重いんだけど、でもね現場はねあのね明るいから、その楽屋とかは割とみんなで明るくね、そうリコとかもご飯食べ食堂でご飯食べてしてるからね、そうなんだけど内容が重いから、そういう部分ではちょっとねメンタルがうんってなっちゃう時はあるでも楽しく楽しく日々を過ごそうと思ってやってるよ。うん
マジかって展開が多いよね。そうでも最後は何かしらなんか続きが気になる感じで終わるからさ、うん、ずっと見ちゃうよね。なんかファンの方もねこう結構見るんですよ、コメントとかなんかね見ると、あのね田中ミックが出てるからそれをきっかけで見てるけど普通に内容が面白くて見入っちゃってるみたいな、続きが気になっちゃうみたいなコメントあって、おおって嬉しいなって思いました。葵ちゃんって面白いでしょ、いい子なんだよ、そういい子なの本当に可愛いんだうんうん、そう、うん、でもなんでなんかそんなみんなと仲良くなったんだろうと思ったら、なんでなのかなって感じ思います。はい、ミクリン相談があるんだけど、ミクリンのことお示ししてもいいですか？あ、ぜひ嬉しいです。あの結構 DD に厳しいみたいな感じで言われるんですけど、まあ、多分厳しいは厳しいかもなんですけど、あの嬉しいですよ、ありがとうございます。そう結構さ熊本出身だからわかんない、なんか結構ね私の喋り方とか発言とかもあって強気な女性だと見られがちなんですけど、意外となんかこんな感じだから、そう全然 OK って感じだよお好きにお好きにって感じだようん、ぜひぜひ。でもあれだね、あんまハマらないようにしないといけないね。もしかしたらあれだね、推しメンがねダメって言っちゃう可能性もね、なきしもあらずなので、そしたらねちょっと多分ハマっちゃうから、そうはハマっちゃうから、やっぱハマっちゃうからさ、それもいやもう少しもでもいいなと思っちゃったらやっぱどんどんその沼にハマっていっちゃうと思うから、それはちょっとどうしてもしかないといけないなと思ってるので、はい、ご理解の上、はい、だからもうそんなもう危ないんだよね、もう結構危ないの、もうお示ししてもいいですかって、もうこのショールーム見に来てる時点で結構あなた危ないの、危ないんだけど、私は一応そのあなたがね推してる推しメンさん誰かわからないんですけどが、そのもしダメって言っても俺は推したいんだってならないように、一応なんかそうハマったらダメだよっていうことは伝えとくね。うん、ちょっとうざめの女の子してみた、はい、沼にはまりすぎてます。あ、あやかちゃん嬉しい、ありがとう、全然会えてないのにずっとこうハマってくださるの本当に嬉しいです、ありがとうございます。 あとなんかちょっとコンコンって聞こえるかな、結構ね壁薄くてねなんか聞こえちゃうのね、だから私もちょっとねあのあれそう気にしてはいるんだけどさ、ちょっとあんまり気にしないでね、そう私もちょっとあんまイエーイとかなれないからさ、うんそんな感じ、そうそうちょっとね聞こえやすいのかな、はいそうそうなの、そうなんですよね、よいしょ、巻き髪めっちゃ可愛い、いやーありがとうございます。こってね、あのねストレートアイロンしか持ってきてなくて、そうストレートアイロンで巻いたのだからちょっと不慣れなんだけど、でもすごく上手じゃないね、10年アイドルしてきた甲斐あるわ、髪上手、自分でやるのこってしストレートアイロンでやったの、これすごくない、ストレートアイロンで巻いたんだよこれ、多分ね女性の方だったらすごくわかると思う、すごい難しいの、うん、そうなんだよね、あとやけどしなくなった、そんな髪短くないからさやけどしなくなったね、すごく上手、嬉しい、ありがとう、なんか本当に巻いてこうやって動くの久々だよねはい、器用、泣き泣き、そう器用です、意外と美意識高め
大人っぽくなった、だって、本当ですか、先生に似てる、だって本当に学校の先生、メガネあるよ、ちょうど今ぐらいの長さに可愛い、いいよね、ちょっとこの鎖骨がここなんだけど、鎖骨くらいの髪ってなんかふわってしてて女の子ですって感じだよね。メイク配信、あ、いいよ、またやろう、またやろう、メイク配信。え、嬉しい、ココちゃんが公演 MC で最高の教師にハマってるって言ってた。ありがとうございます、嬉しいです、そう言ってもらえてありがとう、ココちゃんありがとうだよ。やっぱミクちゃんだな、だってサイカちゃん、サイカちゃん 1位じゃん、サイコちゃん声が大きかった、サイカちゃん1位ってことはさ、1位じゃん、すごい。でもやっぱってことはさ、ちょっとさ違うなと思ってたことが1回かあったってこと、やっぱっていうことはちょっとさ1回でもなんかちょっとあんまりと思ってた時あった、悲しいな、鋭いってそう、鋭いです、ね、なんかそんなずっと好きだったよね、ドキ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 、君の心にズキュンドキュン走り出しフフン、いや全然そんなことないです、一番好きです、だってほんまありがとう嬉しいよ、ありがとうね、ありがとう。今後どんな役やってみたいとかある？わかんない。なんか意外とね感情移入しやすいから、なんか普段できないようなさ、ちょっとサイコパスっぽいさ、こうそう役やりたいとか前言ってたけど、多分感情移入めっちゃしやすいタイプだから、慣れないとおかしくなりそうだからうん、わからない、でもなんかこう役やってみたい、この役やりたいっていうよりかは、できるようになりたいのはあのアクションシーン、かっこいいじゃん、アクションシーンができるような役者さんになりたいなっていうのと、あと医療系、君はメスをみたいなさ、はいとか手術シーンとかやってるのかっこいいじゃん、ああいうのってもうさ、なんか本当に上手じゃないとそういうのできないじゃん、だからそういうのもできる役者さんになれたらいいなって思ってます、あの30代とか20代とかわかんない、そんぐらい素敵な、しっかり してて何でもできるような人にはなりたいなと思ってはおる、そう、そう、私は失敗しないのでダメ、笑っちゃう、ドクター X みたいな、そう、でもさ待って、ドクター X で思い出した、私ね、あのね鳥飛ばしちゃった、ずっと押さえとったんよね、ずっとね鳥飛ばしたくなさすぎてね、ずっと押さえとったんやけどさ、鳥飛ばしちゃって X になっちゃったや、ついに飛んでいっちゃったわ、そう、ついに飛んでいっちゃったから、アイコンを鳥のやつ設置した、そう、なんか今ね千織さんのね、中西千織さんのね、なんか鶏が流行ってて、それはさアイコンにしたよめーってやってるやつそうそうそう、でもなんかさすがにちょっと浮いちゃうなと思って、それだけちゃんとおしゃれになんか鳩のやつにした、うん、前のそうそう、それにしたのあれバリおもろいよね、そう知ってる、そうそう面白くって、
そうでもね、そうインスタもそう、だからそれを機会に TikTok とかも全部そうアップデートしたんだけど、なんかめっちゃ変わりすぎて使い方わかんなくなっちゃって、そう全然わかんなくて、なんか特にわからなくて、なんかねたまにごじっちゃうはい、そう X になってから運がついてるねんだって。お、いや、ラッキーじゃん。そんなのあるの？いいな。うん。そんなのある？アイコン用にスクショください。え、アイコン用？え、待って、どうしようかな。うん、うん、うん。こんな？あざとめ。今日の雰囲気は、あざとと女。TikTok しとからのあるよ、めっちゃたくさんあるよ。たくさんある。でも結構バババッと載せちゃうからね、もう一回また撮らなきゃいけないんですけど。わあ、今日の洋服かわいいね。ありがとう、嬉しい。どこで買ったんだっけ？どっかユニクロだっけ？便利だよね。買ったよ。忙しいのに SNS たくさん更新してくれてる。いや、なんかもう SNS でしか更新できる場ないじゃん。そう、結構ね、なんかこう出たいってフェスとか出たいって言ってるんだけど、この間の六本木フェスとか、そうで9月も結構出たい、公演出たいってお話ししてるんだけど、ずっと今日も話してて、だけどやっぱスケジュールね難しいからね、なんかやっぱその出れる状態 で名前出してても出れなくなった時ダメだからさ、だからまだね何も、だからあれだよね、生誕祭もね、そうわかんないからさ、そうドラマが終わるまではな感じです。生誕祭は10月かな、多分10月になると思います。でもその分ドラマ終わった時はなんかソロ公演とかたくさんやりたいなって思ってるから、そうだからもう警報公演、ソロ公演、ゼップ、覚えるところたくさんで歌をパンクしてそうなんだけど頑張るよ。そうぜひ来てね。生誕っていいね、いいでしょそうぜひ来てね。そうそう、ショールームいつも何分やって出る、気分によるよね、なんかその日のさお仕事とか時間帯によるよね。でも割と他のメンバーよりも長い時間昔から配信してると思う。昔は特に配信しやすい環境だったから、お仕事的にもめっちゃやってた。そう今ね撮影現場とかもそうなんだけど、あれなんだよね、あのね県外になっちゃうんだよねそうだから配信とかがなかなか難しい。そう、いやなんかね地下とかに行ったりすると県外になっちゃったり、すぐ県外になるの。そう、そうなの。だから今もね Wi-Fi を買ってなんとかやっつけてるんだけど、ここも Wi-Fi なかったらあのね電波ね消えちゃう消えちゃうんだ、電波吸い取られちゃうよ。
そう、地下ね、地下とかエレベーターとかやっぱね、電波ね、通りにくいよね。たこ焼きはね、最近、食べてない気がする。ね、久々にアイドルやるからなんかちょっと新人の気持ちです新人の気持ちです。7期生です。7期生の気持ちで踊るから7期生の気持ちです。7期生です優しく見てください。だから優しく見てね。7期生気持ちは7期生でやってるからさ、はい、よろしくね。久々に踊って怪我しない以前にさ、メンバーに迷惑かけないように、7期生なのでメンバーに迷惑かけないように気をつけますよろしくお願いします。7期生の田中美久です。うちは持っていくぜ。いや、結婚して結婚して結婚してだって、イエーイ、かわいい、なんかすごい。ミーも作りたい、そういう、何？なんか、ギフト作りたいな。6期生に敬語使う。うん、だからもうそうだよ。もう、ゆいな先輩って言って。ゆいなにも敬語だよ、だから。ゆいな先輩。絶対敬語じゃないとダメだよ。うん。絶対ダメだよ。ゆいな先輩。ゆいな先輩。お疲れ様ですって言うよ、だから。そうだよ。もちろんじゃないですか。7期生気持ちは7期生でもちゃんと覚えて頑張りますよ。うん困って泣いちゃいそう、はい、久々にメンバーにも会いたいですね。覚えてください、歌わないとね。懐かしい、田中美久っていうやつね、懐かしいよね。懐かしい。あ、渋田さんいるじゃん懐かしい方いっぱいいる。浮気してた何しとったんみんな。私は結構 TikTok も配信してるけど、何しとったん。やっぷーってね、軽い。何してたの。うん、浮気なんかするわけ、うん、そうなんだ、見かけなかった。ずっとミクのことが好きでしたが、あ、私も好き、一緒だね。ごてんもほとんど忘れたじゃん。あ、ひろきえさんもいるじゃん。え、そう、マジで忘れた。あー、おいちから覚え直します、覚え直しますよね。だ、多分ね、でもね、ソロ公演の方がやばい、ずっとやってないから。うん、なに、ずっとミクのこと考えてる。いや、ありがたいな、ありがとう、嬉しいな。星を見とる能力すごいな、だって。え、天才だと思う、マジで。結構天才だと思います。星すぐ読み取っちゃうよ。うん、戻ってきたらコメントの流れ落ち着いてた。そう、めっちゃ最初やばかった。落ち着いてきた、どん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 読みやすくなった動画とか見てくれたり、あ、こちらこそ、作ってくれてありがとう、本当に。うん、うん、あんちゃんありがとう、タワー、ありがとうございます。ありがとう、そんな申し訳ないよ、ありがとね、ありがとね。めちゃめちゃ雰囲気変わったよね。そりゃすぐ変わるの、メイクとか髪型で。
でも楽しい、いろんな自分になれてる感じがして。ミクク最近どうしても、ミククは絶滅ミクク絶滅したよ。ミクク絶滅したよ。ゆっくりおじさんもね、最近出ないね。イコノイ上位ぐらいかな、出たの。あ、ヤングアニマルだよ、もうすぐ25日だよ、発売。え、だよね、そう、多分そう。ぬふ、そう、メンバーにリフ飛ばしてたから。そう、うちはね、そう、絞りきれなかった。うちはね、持つ人の気持ちわかるよ、もう本当にすごいと思う、単押しの方。ちょっと今日ね、から上の人が結構いますので、カラオケはちょっと万が一苦情来たらダメだから、またできそうな時あるね。最近マックス、うん、全然入ってないけど、ね、テレビ配信、何、ビデオ通話結構よくするんだけど、ビデオ通話で、はーいって、うん、ビデオ通話で話したり、写真を送ってくれたりする。なんでショールームだったの？え？ショールーム普通にしたらダメですか？久々にショールームしたいなと思って、今日はお仕事も、お仕事はね、ズームだったから、配信だけだったから、そう、普通にショールームしに来ました。なんでもなく、なんでもない配信なんでもない配信です。ショールームの通知来て嬉しかったよ、だって。本当？ごめん、なんか何でもないのに何でもない配信してごめんでもそんなもんだよね、何でもないのに何でもない配信するよねだってみんなさ、ショールームとか TikTok とかやってるじゃん、それと一緒だよ。 そんなのが楽しいよ、だって。それでいい、それでいいよねあと私のファンだけに説明したかったから。そう、私はファンのことが大好き、ファンの方が大好き、ファンの方がいて私がいるし、だからそれもあるね。私の母の方だけに説明をしたかったっていうのもあってこれした。 TikTok だと不特定多数だからおすすめもあっちゃうし、だから私のファンだけ見てくれる配信はショールームしかないから、私のファンだけに私がちゃんと説明したかったこととか自分の気持ちを正直に言える場が良かったからショールームしたやばい、なんかそういうキャラやばいやばい最近ね、なんか結構おかしいんですよねてへとかさ、なんかアイドルだからさ、まだ抜けてないからさ、現場とか行ってさ、やっぱさ、可愛さで済ませようってしちゃうところがやっぱ自分の悪い癖だなと思っててさ、そう、そこを直して、やっぱリコにめっちゃ怒られるの、本当に。そう、なんかちょっと気まずいなとか思ったらてへって言っちゃうの、なんかやっぱアイドルだなって。でもそれで許してもらえるの、やっぱアイドルだから。そう、そうなの、やっぱそこが出ちゃうよね、本当に。そう、なんかちょっと気まずいなとか思ったらうんみたいな、えてみたいな、いやみたいな、あ、ごめんなさいみたいな。そう、悪いよね、そこが最近ちょっとやばいよなと思う、本当に。ちゃんとする、本当にごめんね、ごめんね。そう、だからプク顔も作成なんだよね、本当にごめんね、うん、本当に。え、マジめっちゃ足しびれてきた、傾いてるし、配信のあれ買ったのよ、配信。偉くない？いや、そもそもさ、ショールーム配信するためにさ、いつもあのさ、なんか買って
ってやるやつあるやんか、あれをね持ってこいよって話なんだけど、私本当にスケジュール全然未確定だったから、ほぼほぼあんまり荷物もさ、そういうのはさ大丈夫だと思って持っていかなかったらさ、意外とさなんか配信できる場がなくてさ、わざわざ買ったの Amazon で。そう、偉くない？そう、今こうやって配信してるんだけど、最初正座でそっからね、なんか結構ね変な座り方ばっかしとるからさ、めっちゃ足しびれてくる、やばいやばい、鼻かゆい、鼻かゆい、鼻かゆい。買いました、配信したくすぎて。そう、偉いって一応言っとく、言ってよ、私何生にお礼言いたいんだけど、マジでありがとうね、ランウェイの時ありがとう。てかマジでさ言いたいんだことあったわ、ランウェイの時に久々にさ、そうあれだよね、おさきさんに会ったわ。あ、待って、あとこれも話したかった。私だから偉すぎてさ、私2個買ったの、本当に普通に立てかける用とくねくね曲がるやつ用。だからさ、なんかさ TikTok とさリールに上げてもの、生思った以上にちょっと恥ずかしかったし伸びなさすぎて消したんだけど、寝顔のやつもあれさ上にさ設置してさやったの、すごくない？そう、ぐにゃぐにゃ曲がるさやつのさ、こう立てかけるやつあるじゃん、今こことここにこっちにあるんだけど、そこをベッドのなんかこういうベッドなんだけど、こういうベッドなんだけど、ここにかけてこうやって、でここにこう設置してこうやってポチッてやって 3,2,1 こうやって寝れるやつやってたそしたらさ、でそれそこにかけて結構便利で、日常でも使えてるんだけど結構便利でね、あのネットフリックスとかもそうやって見てるんだけど、なんかグラグラしちゃうからさ、結構顔にガンって落ちることあるの。そうだから結構ねここら辺にね、なんかあざできてると思うんだけど、そうここら辺もねちょっとね、そうここら辺にぶつけちゃったりもしてたの。危ないよね、結構危ないから、そう新しく買わなきゃなとか思いつつ全然変えてないんだけど、それも全部取ってる、すごいでしょ本当に。調整してるの、そうガムテープとかでビリビリやったりしてさ、そうそうだからね、こうやってね、なんか2個ぐらい、 2個ぐらいねちゃんと買ってます、めちゃくちゃ。あ、3個あるわ、あともう1個ある、あともう1個は撮影でいただいたやつ、あのあれでなんだっけ、あれ世界一受けたい授業の時のやつとかも、そうだからあの時もだから買ったのよ。そうすごい偉いでしょ、そう全部自分で撮ってます、全部やってます。そうあとは仕事とかでズーム撮ったりとか、なんか動画送ったりしなきゃいけないことも多いから、いろんな撮るやつとか買って慣れちゃった。だからもう慣れた、こうやって内画面にして反転させて送るとか、でもめっちゃやってます。そう超仕事職人になっちゃった、本当に偉いでしょ、えへへ、ね、さあちゃんとやってます。でもあんな凝った動画でもうやっぱあんま伸びなくて消しちゃいました、すいません、最近消しちゃって。尾崎さんとどんな話したの？いやそんな話ではないんだけど、なんかお久しぶりですって感じで、あっって感じで、そう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 ぐらいかなと、うんそんな感じで、なんかえおいどんどんなんか本当にたわいもない話、はい、うん、ああそうだそうだ、なんかおばあちゃん元気にしてるとか、お母さん、お父さんはまた会いたいなみたいな感じで言ってました、はい、うん、ミークって言った、うん、コメントがね、どうしたら貯金できると思う、口座を2個作ったりとか、私口座何個か分けてますよ、どうしても用の口座とか
何かあった時の口座とか、もしもその口座が何かあった時返ってこないからね、そういうのも怖くて心配性だからさ。ミクに貯金好き、めっちゃ好きめっちゃ好きだけど、貯金めっちゃしててもどうせいつかなくなっちゃった時とかさ、何かしらそうなった時さ、どうせ意味ないからさ、使える時は使うし、誰かに使うことが好きだから、家族とかに、だからそういうのにはお金はあんま惜しまないね。そうだから私がよくお金使うのは美容もそうなんですけど、結構家族に使えることだったりとか、ワンちゃん、あと引っ越しとかにも使ったかな。あとは何、あとご飯とか大好きだから、ご飯とかにも全然惜しまず使ってる。あとメンバーへのプレゼントとかも全然お金気にしないで送ってるけど、でも最近思ったのが、なんかそのメンバーとかに誕生日プレゼントとか渡す時って相手が困らないようなプレゼントにした方がいいなっていうのを最近思って、やっぱ誰々さんだから誰々さんだからって言っていいものを買って渡すとかじゃなくて、そういう時ってさ、お返し絶対困らせちゃうじゃん。だから最近思ったのは、相手にプレゼントするけど相手がじゃあ私お返しどうしようって困らないプレゼントにしようっていうのを考えてるそう、そことかね、そう、そういうのを考えてやってますけど、でもご飯に行ってなんかおごることとかが一番あれかな、多いのかな、どうなんだろうね、が多いかもしれないですね。タンプレ選ぶときマジでめっちゃむずいんですけど、なんか今LINE ギフトとかでも送れるようになってるけど、私的にどうしてもやっぱそのなんていうの、礼儀としてやっぱ直接会ってお渡ししたいっていう部分があるのねだから結構やっぱどうしても会えない、どうしても会えない、やっぱ今全然家族とかに会えてなかったりして、どうしても会えない時はやっぱ発送しちゃったりするんだけど、でもある程度はそのお世話になってるスタッフさんとかマネージャーさんとかにはやっぱ直接ね、やっぱあげたいっていう部分があるから、結構あんま使わないかも。そうやり方昭和だよね本当にやり方昭和だよね本当に。だからそれがそうしてるかな。だからこの間ね、あのマネージャーさんがそう退職して、その時もあのお店の方に事前にケーキを頼んでて、そう本当はお花とかいろいろ買いたかったんだけど、近くにお花屋さんも何もなくて、で持って帰る時も絶対大変だなって、多分向こうは二次会とかも行くだろうし手すぐねその後帰っちゃったから、そうだから大変行くからあれだろうなと思ったから、そうお店の人に事前に電話して、あのケーキを用意してくださいっていうことで用意してもいただいて、したら食べれるじゃん、それだけ、それそういう感じだったんですけど会いに行きました。ずっとやっぱ長年ほぼ10年間くらいずっとお世話してもらってたから、何を送ることが多いの。メンバーはねパンツメンバーは恒例パンツだよ。そうそう使えるよね、使えるからねそうそうそう送るけど、そうさすがにユイナとかはハンカチとかにしてますキャラクターものの、マリアとかも、ね、いやマリアはパンツ欲しいんですって言ってたんですけどえマリアもパンツがいいですとか言ってたんだけど、さすがにねあのお子様にはね、そうちゃんとしたなんかハンカチとかにあげました、はい、でもマリアもね大人になったよね、はい、マーさんも大人になりましたよね、はい、誕生日プレゼント何が欲しい、私何が欲しい、ファンの方からもらうのはマジな、何でも嬉しいよ本当に。でも何でもだとあれだよね、だからええ声でか、え待って待って、え待って待って、ええマリアってもう二十歳なの、えそう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 、えやばい、なんかえ待って待って、信じられなさすぎてなんか感動しちゃった今、待ってそう、大人になったね。待って、もう
いや自分も年取るわよ。本当に一緒にお酒、待って前ね、一緒にお酒飲めるようになりたいですとか言いながらね、ソフトドリンクで乾杯してたのに、そんな、なんということでしょう。待って、そうだよね、9月だもんね誕生日。そうだよマリア、いやそう、待って、俺のマーさんもう20歳よって。そうだよね、マーさんって、いやそうだよね、え待って、そっか、イメージが強すぎて最初の、やっぱなんかこんな気持ちなんだろうね、昔からナコミコを知ってる方とかね。泣いちゃいそうになっちゃった、大人になって。いやね、そうだよね、ゼロさんがもう20歳なの、えぐいよね、結構わかる、それマジでわかりみ。なんかさ、今ドラマで共演してる子とかさ、何年生まれって聞いたら2006年生まれですとかさ、2005年生まれですって聞くんだけども、ってなっちゃうわけ、何みたいな、本当に時間よ止めてって感じ、やばいね。いや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 、そりゃまあ成長するわけだし、年も取るわけだよ、わかるよ、そうだよね、はあ、いや、そりゃもうパンツだわいや待って待って待って、早いね、やば、乾杯できちゃうんだ。うわ、なんか私ね、ルテンノンテルっていうね、なんかね、その読売テレビのね、関西のねテレビに出た時に、後藤兄さんがね、たち、あのフットボールアワーさんたちが、MC で出た時にさ、後藤兄さんからさ、いやミクとは飲めないよお酒って言われたのね。やっぱでもわかる、なんか私マリアとお酒飲めない、その気持ち今わかった。うん、その時ね、なんでですかとか言ってたんだけどね、わかる、マリアと飲めない、うん、わかる、なんかマリアとは飲めないよ、だっていくらなんでも。すごいね、いや、やばいね、やばすぎたね、びっくりしちゃったわ。はい、や、そっか、いつまでも子供扱いしてダメってことだよね、本当にね本当にね、自分が思ってる以上に相手はね、いろいろ考えて成長していってるんだ。ちょっと寂しいね、なんかね、でもゆいなもね、いつか20歳になるのかなと思ったらちょっと寂しいね。いやーすごいね、本当に感慨深いわ、自分のファンに言ってる、いや本当そうだよ、そうみたいな感じになっちゃうよね、なんか本当にね、いや本当そうだよね、そうなっちゃうもんね、だって私もそうだったもんね、いやいや本当にそういう感じだよね、本当になんかね一緒に時代に合った生き方していこうね私もでも時代についていけなすぎてやばいからさ、いつまでもやっぱね、どこも最先だからね、最先端、最新端、そうそう、一緒に大人になっていこうや、うん、あー川の流れのって感じ、本当にあー川の流れのように進んでいくんだ時は。ということで、何話そうとしたんだっけ、忘れちゃった、何話そうとしたんだっけ、忘れちゃった、何、最近ミクちゃんの昔の写真見返して勝手にエモくなってる、そうなの、とととととそうなのね、いやー幼いよね、思ったより顔が。あ、そう、誕生日プレゼントの話、あーもうじゃあ それを話終わろう、なんかないのなんかない、なんかない、なんかない、ないの、なんか聞きたいこと、すっごい腰痛いんだけど、待って、昔この時間、この今何時よ、9時半か、まあ大体1時間ぐらいやってるけど、昔4時間とか6時間とか7時間、わかんない、そんぐらいずっとこの体勢でやってたけど、もう腰痛いんだけど、やばい、はあ、最悪だよ、
痛いな腰。よっこいしょ。ああ、年だね。だってそんな言わんといてや。いつか大人になったって実感した。いや正直まだないんだよね。遅いよって感じだよね。え、いつからだろう、いつからだろう。私が大人になったなと感じた瞬間は、天気コンカンコンコンコンキンコン。あ、うくもりさんおはよう。私はいつからこのクラスで大人になったなと感じることが増えたのだろう。昔はそうではなかったけど、実年齢で言うと私は21、共演者はみんな15、16歳ばかり。どうしてこんなにもバンクールの撮影で疲れるようになってしまったのだろうか。急にスイッチ入るじゃん。つらい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 。ああごめんね、なんかいつからだろうって言うとさ、やっぱいつからだろう私がこうなってしまったのはっていうの出てくるの、ごめんね本当に。最近私の中で流行ってんのそれが、ごめんね本当に。そうなんかさ、ドラマの始まりってさ、いつからだろうって始まるのが結構印象が強くって、なんかさ、今いつからそうなっちゃったのってさ普通に会話で言うじゃん。その時に私普通に楽屋でさ言っちゃうの、いつからだろう私が食堂でうどんばかりを食べるようになってしまったのはとか言っちゃうの。そう本当にごめんね、癖なの本当に。そうだからいつからだろうっていうのやめて、本当に言っちゃうからさ、うん、影響されすぎよって。本当そうなんだよね、私影響されやすいからさ。そうそうなんだよ。うん、なんで役入ってんのだって本当に、うん、いつからだろうみくりのことを推し始めたのは。おいつからだろう選手権やろう。いいよやろうよやろうよ。じゃあ3分だけね、待って今ね41分だから45分ちょいまでやろう、はい、なんかいつからだろう選手権ね、うん、でも聞いて、私は今ね女優ではなくねアイドルだからね、うん、ごめんけど、うん、大喜利しよう。いつからだろうミクリンから離れた。おい待ってよ、いつからだろうミクリンから離れたの。ちょっと待って、その話深く掘り出させてもらっていい？なんで離れたのねえ、ちょっと待って、みんな待って、今待って、いつからだろうやめて、一回みんな止めて、一回待って、一回お願い、一回止めて、ノーコメント、いや一回言ってお願い、なんでなんでか一回言って、一回言ってお願い、一回言って、一旦ちょっと待って、みんなこれは掘らなきゃいけない、これは一旦掘らなきゃいけない。いやいやハッピーさんそれダメだよ、あなたはねハッピーだとしてもハッピーだけに、私はかなピーあなたはハッピーかもしれないよ、私はかなピー、悲しいよ離れちゃってね、全然ハッピーじゃない、しかもやめてん名前ハッピーなのに、なんかハッピーじゃないの本当に、カナピーし本当にカナピーよ。ハッピーさんの今の推し誰なんだろう、カナピーよミーは。カキピーやめな、浮いてる浮いてる、なおちゃん浮いてる、やめなやめな、浮いてる浮いてる浮いてる。ハッピラキですか何か、ハッピーハッピーハッピーハッピラ、懐かしい、ありがとうハッピラキさん。あゆいちゃん初見だって、今日ちょうど最高の教師見てました、ミクに可愛すぎた、いやありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。
コメントしなくなったじゃん。だって本当にちょっと本当にダメだった。あ、なんかこのマークしか送られてこない。コメントするよ。だっていいよ、コメントしてぜひ。いつからだろう、ミクリン、ミクチャンネルから抜け出せなくなったの。あ、いや、かわいい、死んじゃう、かわいくて。絶対カキピーって書く人いると思ったのに、いないね、いなかったね。でも面白いと思ったよ私は、うん、そう、逃亡中、今逃走中始まってるから。いつからだろう、ミクのメールが少なくなったのは。ちょっとみんなこの機会にさ、結構本当に思ってることをネタっぽく言うのやめなよ。それは言ってるじゃん、前も言ったでしょ。チャットの方はだからさ、申し訳ないって言ったじゃん。チャットの方はね、あの結構つぶやく、毎日やってるけど、もうチャットとモブメの区別がつかないんだよ。そう、だからメールの方は長文にしてる割と。でも長文で書くことがあんまりなさすぎて、たまにチャットに書く内容でもよかったんじゃないっていうのを送るんだけど、でもそう、チャットとさ、どっちも取らせるの申し訳ないよね、ほんとね。でもチャットって通知来ないんでしょ。だからなんか割とメールの方が多いのかな、多くなってる気もする。最近はチャットはよくつぶやいてるよね。そう、チャットはねよくつぶやいてるんだけど、なんかもういろいろありすぎてさ、マジドゲンって感じじゃない、ほんとに。やりづらいよね。いつからだろう、この配信が始まったのは。え、8時30分からだよ。だね。はあ、面白いな。ドゲン、いきなりの秋吉ちゃん、そうだよ。ゆかさんのドゲン。いつからだろう、自分がミクリン推しになったの。ちょっと待って、それも掘らせてねえ。なんで、ありがとう、嬉しい、めっちゃ、わーい、なんで、ありがたい。どげんかせんといかんね。いつからだろう、花ちゃんを好きになったの。いいよね、かわいいよね、モテそうじゃない、結構あのキャラってね。知らんけど、うん、控えめに言ってミクにかわいい、やん、ありがとう、うん、てかなんでこの展開。私はさ、釈明さ、謝罪配信をしたのにさ、何、なんでこうなってたの、いつからだろう、こうなってしまったの。私はさ、いつからこんな配信になってしもうた。ちょっとー、ちょっとー、私は釈明も配信もしてた、知らんって。え、本当にずっといたじゃん。でもいつからだろう、こんな配信になったの。え、本当だよ、本当に助けて誰か。最近綺麗になってきたのでめった好きでした。え、ありがとう。俺が選手権やろうって言ったから。そうよ、元の発端だよ。美顔器見つからないから買いました、買いましたよ、うん、そうだよ、違うよ、私から言ったけど、提案したのはファンの方。他何話そうね、財布に立ったし、何話そうかな。コメント気をつけないと怒られるんだね。だってあのね、他の配信は大丈夫だと思う、ハッピーさん。私のここの配信だけ結構異次元な配信だから、結構掘っちゃう、だから結構気をつけた方がいいと思う、気をつけて、うん。でも本当になんかやべえと思ったら抜け出してよ、全然、うん、そうそう、でもね、あの他の配信はこんなんじゃない、うん、はーいって、うん、ここの配信だけちょっと別次元だから気をつけた方がいいと思う、怖い部屋、うん。
何しようかな。あ、でもそうそう、そんな感じ。本当にみずっちの言う通り、ここで慣れておけば他では大丈夫だから、そう、そんな感じかも。本当にここの配信で結構、まあ、慣れとけば、もうここはなんかもう鳥貴族みたいなもんだから、ここで慣れとけば他はもうどこでも通用する。本当にもうここで本当に慣れたらどこでも通用できちゃう。本当に本当そんな感じ。うん、あ、そうそうそう、訓練場か。あ、そう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 、そんな感じだから頑張って。うん、そうそう、みくりん今日のビジュ大好き、愛してる。やった、これのね、配信のために可愛くしたの。嬉しいな、いっぱい見て、このために可愛くしました。本当に、あー、本当に今日なんもないの。本当に今日すっぴんボサボサでさ、打ち合わせとかさやってたのにさ、この配信をするからさ、20時半からするから、19時半くらいからさ、めっちゃさ服も着替えてさ、髪も巻いてメイクもしてね、すごい1時間ぐらいかけてすっごく可愛くしたの。そうで、これ終わったらお風呂入ってメイク落としてパジャマ着替えて寝るんだよね。そう、でも可愛くしたから嬉しいな。普段はどんな話してんの？普段どういう話してんだろうね。なんかわかんない、たわいもない話。そう言われるとむずいよね。わかる、何配信してんだろう。歌ったりはしてるよね、結構ね。愚痴、いや愚痴はあんまマイナスなことしかないからあんま言わない。でも言う時もあるね、なんかネタっぽく。そう、うん、でもあんま愚痴そんな言わないかな。普段もイチャイチャして、いや、やめてよ、うん、あんまり愚痴のイメージないよね。そうそう、あ、でも結構切り抜かれるのは愚痴とかそういう系が多いかな。多分視聴者数かける系かが稼げるからね、そういうのが多いかもだけど、普通の配信だとイチャイチャしてることが多いのかな。やめな、そうやって、うん、話すの上手すぎて毎回笑ってるね。面白いのぶおさ、なんか TikTok 結構さ再生回数回ってたんだけど、のぶおのやつ、ドアのぶおのやつね、本当に面白い、はい、あ、久々に見る方、みくちゃんがいるよ。噛んじゃった、だって噛んじゃってよん。ゆっくりあんまり号泣配信ないよね。号泣ね、いや、あるよ昔はね。でも今は、うん、なんかそう、本当にそう、なんかどっちかっていうとファンが号泣してる、うん、ファンが号泣詰められてね、やめろでも速報17位だった時とかは、さすがに総選挙の時期とかはめっちゃ泣いてたんだけど、メンタル的にも。今はあんまないかもね、逆にファンの人が号泣してるかもね。うん、わかる、泣くって、そう、泣いちゃうの私のファンで。だから 泣いちゃうからさ、私が慰めることが多いよねほら、どんなアイドルだって言われてるからやめよ、本当にそうそう、そうなんですって、すでにみくりに、すぐみくりに泣かされるですね、多分ね。私、そうね、泣いちゃう人が多い、ごめんね、だから笑うね、うん、そうな、多分ね、泣いてる人結構ほとんどだと思う。うん、怖い推しでごめんね。うん、あ、泣き浄土、あれワンピース見てる、もう最高だよね、マジで面白い、早く見たい。だから今ね貯めてるの、だから貯めて3話くらいまで見てさ、また貯めるのが本当にきつい。今総選挙あったらみくちゃん1位になれそう。えってね、私ね結構割とガチめに
52位とかな気がする。いや分かんない、 30位くらいだと思う、分かんないけど、リアルになんか分かんない、なんかね、分からん、分かんない、なんでって、え、なんかやっぱ10年目にしてやるぞーってなかなか難しいと思うんだよね。なんかなんて言うんだろう、だって別にみくりんをさ1位とかさ順位上げたところ取ってって思うファンの方もいそうだし、だからこそこの子を推したいっていう人もいそうだし、うーん、私がそもそももう総選挙やりたくない。だから県外、だから私が総選挙はやらないと思う。炎上とは、水っち炎上とはどういうことだ。うん、なんでかっていうときついから、ファンの方にそうやってさせちゃうのが。昔は目標があった、 AKB グループの中でこうなりたいっていう、そう、でもこっちもしんどいんよ、ファンの方もしんどいと思うんだけど私もしんどいの正直ね。でなんかさ、ちなみに1個言わせて、みずち、私ね炎上したりはするけどスキャンダルはないぞ、うん、本当に。そうでね、なんかそのさ、なんかこうやっぱ握手会に来るとさ、あれじゃん、申し訳ない方が勝っちゃうの。なんか頑張ろうねとか言い合うんだけど、本当に CD の山ができるじゃん。で結構一人一人が私頑張るタイプの系のファンだからさ、申し訳なく感じちゃうから、もし今総選挙があるってなったら、うーん、なんか自分の力で頑張れるからって思っちゃいそう、頑張れることは。うん、ね、本当にもう総選挙は勘弁してほしいね、本当に。そうだね、本当にそうだよね。でも感謝してる、総選挙はのおかげでなんかここまで来れたって感じだから、私はなんかこう握手会とか総選挙があったから、なんだろう、ここにいると思う。私多分ファンの方がいなかったら多分ね、もうここまでメンタル的にも気持ち的にもやってこれんってなかったと思うから、本当に感謝してます。だから逆に良かったなって思ってる、総選挙があって、それは本当にいい思い出で終われて良かったなって感じ、本当に本当に。いやこれ本当に何回かやっぱあるじゃん、こう波が。でも毎回やっぱさきつかったからさ、なんか本当にファンの方のおかげでだなって思ってやっていってる、すごいよね。なんかもう本当にいい経験になった、いい経験っていうか、なんて言えばいいんだろう、いい思い出と感謝、本当に感謝、本当に感謝、うん、いや本当にすごいなって、誇り、大好き。だからおばあちゃんになった時とか、もし孫とかできたら自慢したい。自慢したい、あのガッツポーズを全部、毎年毎年。ほんと順位が落ちなかったの、ファンのおかげだから。嬉しい、ファンさんありがとうございます。目合ってる、これありがとう。うん、リクアもすごいよね、1位だよ、すごいよ本当に。え、本当にすごいよ、やばいよ。みくりんインスタのフォロワー、そうだよ、インスタのフォロワーももうすぐ47万人だよ。え、本当にやばいんだけど。でもその前に言わせて、本当にすごいんだよねファンの方って。リカは1位ですよ、総選挙もさ選抜入れたでしょ、握手会も毎回さ完売してさせてくださるじゃん。何、これ以上私を好きにさせてどうしたいの。何、本当にマジでインスタのフォロワーの伸び率えぐいって。え、本当に、しかもなんか海外バズりしちゃってさ、40万いいねとかついてんだけど。震える、前も海外バズりした、
728万再生なんだけど、どういうこと？本当にすごいいい年だね。来年もいい年になれるように頑張ります。本当に、いや本当にね、楽しく行こうぜ、楽しく行こうぜ。他何話そう、何話そうかな。TikTok もうすぐ30万人だよ。全然投稿できてないのに。いやいや、アジでありマジでをアジでって言っちゃった。ありがとう。どうしようかな。じゃあね、今ね何時だろう、もう10時になっちゃうのか。じゃあ私あともうちょっとで終わるね。ちょっともう多分ねこれ以上喋り続けたら苦情来そうだから、はい、あっという間だね。2時間くらい、なんどんくらい、めっちゃ配信しちゃった。何話そう。ミクリの結婚観について話そう。あたいの？そんなわかんないわよ。結婚観か。あなたがたた。ダリンダリンちょっと待って。ダラ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 ダダダダ。ダリンダリンちょっと待って。それはまた。22歳の目標もまだ早いよ、まだ早い、まだ早いね。えどうしよう、結婚観でしょ、わかんない気分屋さんだから。そういつも踊ってる。そう、マジで聞いてや、なんか聞いてや、友達みたいあのね、そうだから公演の曲を、公演出たすぎてさ、夢でも公演出てるんだけどさ、なんか夢では公演出てるからもう公演踊ってる気分になってるんだけど、なんかこう前室とかで結構ね踊ったりするの、一人でタンタンタタラタラって。そしたらさ、なんかさ、そのダーリンダリンのさ M1 のさ曲あるじゃん、青い月が見てるからさ、それさ踊るとさこういうポーズあるじゃん。だから私一人で前室でぶりっ子ポーズしてんだけどよく言われるね、何ブリコポーズしてんのってよく踊るからこうやってやってるからこうやって足バタバタさせてるからやばいやつって思われてる絶対ブリコポーズあるのがタンタンタタンタンタンタタルタルタン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 、こうやってやってるからさ、ちょっとこうやってやってんの、めっちゃブリコ一人でおかしい人って思われる。いつもほぼ一人でいるからさそう、待ってめっちゃ恥ずかしいよね面白いな。まミリ君と結婚は考えられる、ミクリンな、ミクリンな、本当にね、ね、リップの色かわちい、うん、ミクリンっていろんな人に似てる感じするんだよな、わかる、超言われるよく。でもそれって結構可愛いってことらしいよ。うざ
嘘なんか結構いろんな人に見えるのといろんな人に似てるって言われるのって可愛いらしいよ嘘顔赤くなっちゃったうざい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 よねごめんそういう子はあ、今のファンの人じゃない人が見てたらめっちゃ炎上しそうなんかこいつ何言ってんのって怖いよ炎上炎上路線歌う日が来るかないつか炎上しすぎて自分では誰に似てると思う？え、私？渡来花ちゃん？可愛いよねあの子。めっちゃ好き。結構。見てる？めっちゃ推しなんだよね。マジで可愛い。結構可愛い。でも渡来花ちゃんってさなんかあれだよね。なんか何話だったっけな。文化祭のシーンの時さ結構メイク濃ゆかったからさそれ気にしてさその後のさなんかさ演技の時さ結構メイク薄くしてないあの子それも可愛くないなんかあーちょっとなんかメイク濃ゆく してって言われてメイク濃くしたけどさやっぱちょっとあれだったのかなとか思っちゃうよねなんかやっぱ自分思ったよりやっぱ濃くて濃かったのかなと思うよねすごい音聞こえるねえねえもうこれ私が苦情入れていいっていうくらい音かかってるよねちょっと聞こえちゃったかなえ本当にここまで来るとさいつもこんなの寝るとき4時までほんとに怖くて言えません大変ってことが分かった絵でしょ。いつもこんな感じなんですよ。本当になんかしてんのかなって怖くなるよね。え、本当に前も言ったじゃん。朝の4時までコーデなの。え、だから結構怖くない？結構怖いよね。え、結構もっとやばいんだよね。じゃあ寝れないの？これが4時まで続くから。だからさマンスリーだからさあれなんてまあ、いつか引っ越すと思ってさ一瞬別にさ一生あれだじゃないからさそうなんだ別にいいんだけどはいそうそう早く福岡帰りたい。もうこんぐらいかな。こんぐらいジュレーション。頭おかしくなってきちゃった。久々すぎて。もうこんぐらいかな。こんぐらいジュレーション。全然面白くないよね。本当にごめんなさい。東京と福岡どっちがいいですか？福岡好きよ。でも東京も全然慣れてきたかな割と。多分私無人島でもさ生きていけそうな感じの性格だからさ多分東京でもやっていけるよどこでもきっとね。きっともっとだっただ秀光。もう本当にテンションおかしくなってきたからそろそろやめます。やばい秀光だったわ。秀光だったじゃなかった。まあまあそんな細かいこと言わんそんな。じゃあねえどうしたのだって。本当やばいよね。その急に頭おかしくなるの本当に。本当にごめんね。本当にありがとう絡んでくれて。ごめんね。たくさんお話できてよかった。ありがとうございました。これはひどい。本当にそうなんですよ。これからもよろしくね。たくさん配信するから。
たくさん配信するからってめっちゃ嘘ついた。全然配信しない。ごめんね。配信できるときは配信するわ。ごめんね本当に。私普通に平然と嘘ついちゃった今。これからはたくさん配信するからとか言いながら全然配信できたらするね。そう、酒飲んでないのにね、こうなっちゃうの。じゃランキング読んで終わりにするわ。13位から読ませていただきます。カズ、トアノボ、ハルミ、ナオチュミクリン。ハルミのコメント全然読んでないし、結構。ナオチュミクリン、鉱石、シブタ、ニコリン、シゲピー、イマッチ、モカハ。誰だよ。怖いよミクリン。そんなこと言わないで。そんなこと言わないでよミクリン。もうダメだって本当に。もう次3位、イスケ、サイカちゃん、アオンさん、ありがとうございます。もう誰だよバクさん。本当にごめんなさい。本当にうん、すぐ心の目、ね、本当にダメだよ本当に。もう二重人格出てきた。ごめんなさいだよ本当に。コメント読めなかった方もごめんなさい。ぜひまた会いに来てください。テヘペロ、ね、こういうところだよね。持病がテヘペロ。困った時はテヘペロ。許されると思ってる。面白すぎてごめんね。なんかすごいいきなり4位にいたからびっくりしちゃったんだ。ありがとう。じゃあね。バイバイ。バイバイ。